はい、どうもご視聴ありがとうございます。獣なき夜の檻にてということでね、こちらのゲーム、このバニーの娼婦ちゃん、バニーというかウサギの獣人といいますか、獣と言いますか、はい、じゃあということでやっていきましょう。この子と3日過ごすぞ。手出さないように気をつけながら。そういうゲームじゃない、そういうゲームじゃないか。じゃあやっていきましょう。人間、この世界で最も勢力を強めし種族、神話の勝者、砂漠の支配者、半獣人を差別し、隷属させる。半獣人、この世界で最も虐げられし種族、神話の敗者、砂漠の奴隷。半獣人は人間の家畜であり、道具である。太陽よりもたらせれし、黄金を埋めた輝かしい砂漠の大地。この地こそが呪われた地と格差に侵された檻。そういう土地なのね、ここは。栄華を極めた金色砂漠の都より西、欲望を渦巻く悪徳の町がある。ここが新宿タウン。貧しき人間はたやすく悪事に走り、半獣人は商品として家畜同然に扱われる罪の町。人間と獣が入り乱れ、蜃気楼めいた幻覚をもたらすアルヘン中毒者であふれ、アヘンかなこれは、アルヘン、怪しげな香の煙が立ち込める。金貨に銀貨、砂漠の砂で作られた町並み、方向と照るガラスランプの揺らめき、新社の石のごとき石畳、星砂を思わせる薄絹。違法物品を売りさばく行商人、無知をしならせる奴隷商人、焼きごてで烙印を押された半獣人の奴隷たち、スリをした盗人の腕を切り落とす極剣、のたれ死んだ古事記の屍を生むさぼる野犬、そして体を商品として差し出す半獣人の女たちのスクツスクツもうスクツって呼んでしまう。半獣人の麗しき娼婦に手を引かれれば最後、素肌もろとも絡めとるように、欲深き一夜の王、たちまち召喚のネアへと誘うだろう。こうして甘美な夜は降りてくる。行くぞ、楽しもうぜ。獣なき夜の檻、ここがあの女のハウスね。一夜目やったぜ。まあまあまあ、一夜目はね、ちょっと優しくね、接していきたいですね。初来店の異国からのお客様1名入ります。いらっしゃい。そしてご指名ありがとう。さあさあ、ココナッツの蒸留酒をどうぞ。果実の蜂蜜漬けもあるわよ。キャバクラ的な感じなのか。水、タバコも精油も用意してあるから、好きなだけ堪能してね。緊張してるの？そうでもない。こういうお店初めて？それとも慣れっこさん？これは獣的にはどうなんだろう、人寄りすぎますか。何にしても楽しんでいってね。さあ素敵な夜を始めましょう。改めまして、私はララニアっていうの。ララって呼んでね。私は見ての通り半獣人よ。この耳が目立つからすぐわかるわよね。まあでも耳ぐらいだよな。まあ足がちょっと。異国の人だと半獣人のこと嫌いって人結構いるんだけど、あなたはそうじゃない感じ。まあこんなお店来てるんだからな。まあここは売られてきた半獣人しかいない召喚だから、抵抗あったらそもそも来ないわよね。そうだよね。それに半獣人は人間よりもずっと安いからね。この辺りだと人間の娼婦の方が少ないくらいだし。でも半獣人と侮るなかれ、私はこの店で一番指名数多いし稼ぎ頭なのよ。一番の人気商品ってこと。初来店で私が呼べるって幸運なことなのよ。フリーで来たの君は。それにこの店は大当たりの店なのよ。自分で言っちゃう。この街の中では高級な方だから、内装もそこそこ綺麗でしょう。内装はすごいよね、なんか豪華な。もっと安いとガリガリのおばちゃんが出てきたり、病を持ち帰る羽目になるから、店の見極めって大事なのよ。なんか確かに病気怖いよな。猿から持ってきたみたいな、なんか病気とかあるじゃん、そういう性病系で。あなたはお金があってよかったわね。そのお金を存分にここで使っちゃってほしいわ。お金を貢いでくれたら、貢いでくれるほど私はお客さんに優しくなります。貢ぐ、稼ぐ、俺稼ぐ、貢ぐ、そして貢ぐ。お金は入れれば入れるほどオーナーは大喜びだもの。ちなみに私はお金はどうでもいいけど、何回でもたくさんできる人だと嬉しいわ。はって、できる、うふん、ウサギの性欲ってすごいから、お客さんは私好みかしら。おお、約束約束。あ、お金に話戻すけどね、気をつけてね。この町、お金持ってる人は狙われるから。そんな感じするね。もしかしてこの町自体初めて？遠い異国から来たみたいだし、こんなところ観光で来る場所じゃないわよ。仕事でもおすすめできないけどね。豊かな砂漠の都の片隅にこんなに治安の悪い町があるなんて知らなかったでしょ。表通りでも普通に物乞いが溢れてるし、裏を覗けば吸いすぎでおかしくなったアルヘン中毒者がバタバタ倒れてて、ちなみに追加料金さえあれば、ここの水タバコにアルヘンのオプションつけられるから、欲しかったら言ってね。うわ、やばいね。依存症が出ても責任取らないけどね。何にしてもここは本当にあちこちに弱り切った人ばっかりなのよね。
弱い人はすぐ死んじゃうのよね。ある意味で自然界の流れに沿ってるわよね。この町だと人死になって死刑か野垂れ死にか自殺か、とにかく日常的に起きるものだし、死が近い土地はねとにかく物騒なのよ。新宿はそうなのか。だから店の中も怖い雰囲気の筋肉だるまさん、ムキムキの店員さんたちが常駐してるし、そっちは人なのかな。囲まれながら案内されて緊張したでしょ。あれは別にあなたじゃなくてもやることだから、この店の仕様なのよ。窃盗もめちゃくちゃ多いから警備を厳重にしとかないとすぐネズミさんが入り込むのよね。前なんか店の子がさらわれる事件もあったらしいよ。本当に？それさらわれたっていうか一緒に逃げようみたいな駆け落ち的なやつじゃないの？お前もそうなるだろ、ラーラ。おい、他にもよく店の子が脱走したり自殺未遂したりするから、それも兼ねての警備なのよね。な、うちも外もしっかりガードしてるってわけ。この店に入る前、向かいにある召喚、その脇に吊るされた人間の男の死体見た？そんな早にみたいな。あの人、昨晩恋仲だった娼婦ちゃんと足抜けしようとして失敗した人なのよね。あ、そうなんだ。その娼婦ちゃんはどうだったの？ちなみに足抜けってわかる？もっとロマンチックに言うなら駆け落ちってやつよ。あれもある種商売道具を盗む泥棒扱い。この街で盗みをして捕まったらね、指を切り落としていいことになってるの。まあでもなんか吊るされてるならもっと重い罪負ってるな。上等なものに手を出せば出すほど指や腕に変わるし、部位も増えていくの。吊るされてる彼は見せしめも兼ねて手足を全部切り刻まれて吊るさらされちゃってるってわけ。もうだるまじゃん。なんか願い叶ったら固めに炭を入れよう。うん、ありてに言って資材ね。汚く干された干し肉みたいになっちゃってね、嫌な末路よね。ちなみに娼婦を連れ出そうとしたら、さらに大事なところもちょん切られちゃうのよ。耳ですか？ふふ、ゾッとした。おかげで今朝は路上公開処刑で大盛り上がりだったのよね。路上でそこを切るの？こっちの店にもたくさんお客さんが入ったりしたって話はやばかしら。ここはおっかないことが好きな人が大勢いるのよ。それ見た後にこの召喚行こうって思わんけどな。人が死んだり苦しんだりする見せ物は逆に客寄せになるのよね。みんな好きでしょ、自分と全く関係ない他人の不幸って。俺は大嫌い。もう他人の不幸がもう大嫌い。もう悲しくてダメ。もうえ、足抜けしようとした娼婦の方はどうなってるって？殺されはしないけど死んだ方がマシってくらいの折檻を受けるんじゃない？うちの店にもそういうことで転落した子何人もいたしね。半獣人は奴隷であり家畜なの。持ち主に逆らったら何をされてもおかしくないのよ。吊るされた彼氏は人間だったからまだ良かったと思うわよ。あー、それですら殺される程度で済んでね。さっきも言ったけどここの治安本当に笑っちゃうくらい最悪でね。世界中のどこだろうと半獣人差別はひどいけど、この砂漠が一番悲惨だと思うわ。なんといってもこの砂漠が半獣人の発祥の地だし。獣の王がここにいたわけだな。獣人じゃないな、獣とやって結果半獣人が生まれたわけだもんな。街中で見かける鎖につながれた半獣人、働かされる半獣人、暴力を受ける半獣人。ほんと私なんて全然マシな方だわ。マシか？まあまあまあ。さてさて、あなたはこの辺りの歴史に詳しくないと見たわ。そんなあなたのために昔話をしてあげるわ。俺そんな授業受けに来たんちゃうねん。ここ召喚やろ。砂漠に伝わる伝承をね。人間と半獣人の関わり合いについて知りたいでしょ。そんなに俺のことが嫌なのかな。会話だけで終わらせようとしてるのかな。まだ夜は長いのだしね。魅惑で怖くな寝物語を始めましょう。そうじゃなくてだね。もうちょっと距離を縮めたいなと僕は思うんですけど、ダメですかね。今宵語るは千の夜を遡るほど昔々のお話です。急にあの戦争のお話を聞きに来たみたいな、社会見学で戦争のお話を聞きに来たみたいな感じになっちゃってる今。縁あふれる自然豊かな大地には人間と獣人、二つの種族がそれぞれ国を作って平和に暮らしていました。いやいや、そんなことより中しようよ中。二つの種族は同じ大地に息づいていましたが、住みかこそはっきりと分かれていました。大地の神の盟約でお互いの種族は混じり合ってはならないと古から定められていたのです。そうだよな、人間と獣がな。でも獣人っていう種族もまたいるんだ。じゃあそういう意味だとクォーターみたいなもんだね、獣の君は。僕は純粋なる獣だから。はい、そういう感じでやっておりますが。そんなある年の草刈りの季節に、人間の国の若き王子シャフラが家来に内緒で草原へ狩りに出かけました。彼はそこで死を紡いでいる獣人の国の若き姫シェイラと偶然にも出会ってしまったのです。本来であれば盟約に基づきすぐに離れなければならなかったのですが、二人は一目で恋に落ちてしまいました。こうして二人は天に月が昇る夜に草原で禁断の逢瀬を交わすようになりました。まあそうね、シャフラはかなりの獣で、こっちのシェイラはかなりの人なっていうことか。いつしか二人は求め合い愛し合い、禁忌と知りながらも体を重ね、ちぎりを交わしてしまったのです。
そのことを知った大地の神は怒り狂いました。もうそんなことして。怒りによって草木は枯れ、水の恵みも失せ、大地はあっという間に乾いた砂に覆われました。人間も獣人も飢え乾くようになり、2つの種族はわずかなオアシスを巡って争うようになりました。あ、砂漠になっちゃったのも禁忌を犯したからなんだ。多くの血が流れ、太陽が死に行く日没時の空は彼らの血によって真っ赤に染まるようになりました。多くの涙が流れ、太陽が地平の彼方に死に耐える夜は身を引き裂くほど寒く過酷になりました。自分たちの罪によって大地の断りが壊れてしまったことを悔いた王子と姫はジャンビーヤで互いの喉を突き刺しました。死した王子と姫は重なり合うように倒れ、溶け合って一つの影になりました。やがて一つの影は肉と骨を得て、人間と獣人を合わせた歪な存在となって生まれ落ちたのです。禁忌によって生まれた子供は禁忌そのもの。ちゃんと子供が生まれたっていうよりちょっといびつな形でさらに子供が生まれたのか。それこそが遥か古より続いた争いの起源であり、大罪の象徴たる半獣人の始まりだそうですよ。おしまい。あー、いい話だったね。じゃあそろそろさ、やろうよ、やることね。どうだった？なかなか様になってたでしょ。このお話はね、砂漠に住む者なら誰もが知ってる昔話よ。昔話というかもはや神話ってやつだけどね。これが真実なら、私たち半獣人は禁断のロマンスに夢中になっちゃった王子様とお姫様の子孫なのよ。真実だろうとなかろうと、ずっと続いてる半獣人への差別はこの話が元ってわけ。でも今半獣人たちはどうやって増えてんの？子供を作ってるというか、こうやって召喚で人間と交わった結果できちゃってるのか、それとも半獣人同士で作ってるのか。前者だとしたらどんどん血は薄くなってるよね、半獣人としての。人間と獣人の戦争はつい100年くらい前に人間が勝って終わって、獣人は一人たりとも残らなかった。だけどその末裔である半獣人たちは今も世界に残り続けてるのよ。昔話として描写を濁されてるとはいえ、所詮はみんな灰から生まれる生き物。逆に言えばここの人たちが情欲に従って無責任にずっこん抜こんしなければ、私たちは生まれずに済んだのにね。そうだよな、半獣人は人間にとって差別対象、貝の種族は奴隷であって家畜でしかないの。実際私も売り飛ばされて娼婦になっちゃったんだしね。あはは。じゃあそろそろずっこん抜こんしようよ。あれ、もしかして憐れんでくれたりする？あなたって優しい人なのね。たまにここにも優しい人間さんが来るのよね。職業柄いい人と悪い人を見分けるのが得意なのよ私。あの子もこんな風に時間を取ってきてくれるといいのにな。ん、あの子？なんで別の客の話しないでよ。あの子が誰だって？内緒よ、秘密はラピスラズルよりも美しいアクセサリーだもの。私のことがもっと知りたい？聞きたいって？いいわよ。でも今夜はダメ。ね、物語っていうのはね、次の夜へとつなげるからこそ意味があるの。この商売って命がけなのよ、わかるでしょ。だからまた私に会いに来てね。また来てねって？また私を買ってくれたならお話をしてあげるわ。お話じゃなくって。それじゃあそろそろ甘い香が効いてきたみたいだし、お、熱く熱くとろけちゃいましょう。詰まってました。さあ来て、楽しいことしましょうよ。だってしたくてしたくてしょうがないって顔に出てるもの。そう、顔口にも出てたわ、そういう意味では。チュン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 。おいお前、なんで半獣人がこんなところで自由にうろついてんだよな。お前らって生まれながらの奴隷だろ。奴隷は奴隷らしくつながれるべきだよな。おい、何逃げようとしてんだよ。人間様に逆らってんじゃねえよ。あ、はは、聞いたか、こいつ今犬みたいにうめえたぞ。おい、そりゃそうだろ、獣混じりなんだから畜生なんだよこいつら半獣人は。くーん、人の皮をかぶっただけの犬っころに等しいんだよ。くーん、むしろ人間と同じ言葉を喋ってる方がおかしいよな。なあ、ワンって泣いてみろよ。くーん、うわ、こいつ睨みやがった。うぜえな、くたばれよ。犬の分際で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 犬の分際がよ。人間様の靴をよこしてんじゃねえよ春日。お前らは生まれながらの負け組なんだよ。最初から生まれの博打に負けてんだよ。半獣人として生まれた時点でお前の人生終わってんだよ。この町で生まれてる時点でお前も大概やぞ。なあなあ、どんな気分なんだよ、生まれながらに負け組ってのはよ。ほんとかわいそうだよな。でもよかったな、俺たちに見つけてもらえてよ。お前のこと可愛がってやるから、喜んでそのケツについてる尻尾を振れよ。逆らうなら一本ずつ指をへしよな。お、お前はだ、あ、また誰か助けに来たの？ラピスラズリ君。砂に汚れた石畳に鮮血が広がる。赤い海の真ん中で3人の暴漢たちが息絶えてる。月明かりがわずかに差し込む路地裏、最初に背後から胸を一突きにされた暴漢は最後まで自分のみんなにが起きたかわからなかっただろう。
続けざまの二振りで二人分の頸動脈が裂かれ、血の泡を吐き出しながら崩れ落ちた。赤い海の岸辺では、孤児と思わしき痩せた幼子が恐怖に震えながらうずくまってるラーラちゃん。命の保証がされない最悪の治安か、必然的に悪党たちがのさばるオアシスの街。違法商売どころか、体を売ることすらできない極貧の物乞いや孤児は、実に単純な理由からよく死体となって転がる。無慈悲な暴行を一身に受けて、あざだらけの孤児は半獣人だった。名も知る価値のない三つの死体には見向きもせずに、外因をまとった女は孤児を見下ろす。半獣人の孤児は希少だ。今となってはほとんどの半獣人は奴隷に身を落としているのだから。この世界に半獣人の孤児の気の休まる場所は存在しない。奴隷商に捕まることを恐れ、働くこともできず、身を潜めながら生活することを余儀なくされた子供は、残飯を漁って生きるしか道はない。一人では何もできず、悪に身を落とすことすら許されぬまま、乾いた野端で踏みつけられた野端のように死んでいくのだろう。孤児は自分の命が奇跡的につなぎ止められたと気づくや否や、弾かれるように逃げ出した。流血し、殴られた頬は腫れ、歯の何本かが折れていたが、振り返ることなく必死で夜の闇へと消えていった。彼らには安堵の息をつく余裕はない。暴力、奇異な眼差し、侮蔑と嘲笑、疑いと恐れ、そして裏切り。命を救ってくれた街頭の女への感謝の言葉を送る余力さえも残されてはいない。女なの？遠ざかる孤児の背中を目したまま見届けながら、街頭の女はジャンビアから血を拭う。そして目線を路地の向こうの通りへと向ける。砂漠から吹き抜ける夜風と視線の先には、生と欲の幕府。大小様々な召喚や売春宿が立ち並んでる。ある召喚の前で、首から吊るされた男の死体が風に揺れてる。あ、今の話？一日中晒されていたのだろうが、そこまで腐敗しておらず、砂漠の乾いた空気により、ミイラのように干からびつつある。明日にでもなれば降ろされ、野犬の餌になることだろう。街頭の女は、フードの下の表情を変えず、沈黙を保ったまま釣り死体を見ている。やがて、助走もつけずに跳躍し、音もなく屋根へと飛び上がっては、俊敏に立ち去っていく。彼女が、釣られたままの物言わぬ死者に対して手を組み合わせ、鎮魂を祈っていたことに気づく者は、誰一人としていないだろう。あ、この子ね、この子。普通、二夜目。こんにちは。また来ちゃった。二日連続来ちゃった。二回目のご来店な異国からのお客様一名入ります。また来てくれてありがとう。今夜も最高の夜とぎを提供しちゃうラーラです。わざわざ私をご指名してくれたってことは、私に夢中ってことね。二夜連続ね。また来てねって言っても、二回目も来てくれる人はそうはいないのよ。しかも二夜連続で。また会おうって約束して、結局うやむやになって、それっきりになるのと同じでね。この調子でいけば、あなたは私の常連さんに認定できるわ。それにしても、また来てくれたのって、私の話が聞きたかったから？それとも、接待とか膝枕が気持ちよかったから？それとも、あんなことやこんなことがもっとしたかったから？何にしてもありがとうね。まあ、普通は三つ目の理由だろうけどな。お店も潤うし、私も退屈しないで済むわ。好きだもの、私も。まだまだ足りたいもの、もっともっと欲しいもの。だから、何回戦でも付き合っちゃいます。可愛いララちゃんをご活用ください。あなたがなんでこの町に滞在してるのか知らないけど、だいぶ慣れてきたんじゃない？お前がもしかして街頭の女か？昨夜も言った通り、ここだと人死にも窃盗も密売も買収も日常茶飯事だけど、それはそれで刺激的なのよね。狂った町だもの。きっと他では味わえない体験がいっぱいできると思うわよ。だってほら、悪いことしたら罰として、まずは体のどこを削ぐのかが一般的になってるってとこだし、喧嘩は当然として、決闘が公の場で始まったら、大人も子供も目を輝かせて観戦しに来るのよ。公開処刑なんて始まったら、商人はこぞって露店出すし、あい、らっしゃいらっしゃいらっしゃいってアイスキャンディー売るよ。酒場の人とかも飲み物の立ち売りとか販売しに来るのよね。他人の悲鳴を酒のつまみにどうぞってね。他人の死や苦しみはとことん娯楽なのよね。そんな娯楽を消費して、自分よりもよっぽど不幸な人を見て気を紛らわせるの。あなただってそうでしょ？え、そんなんじゃないって？そうよね、優しい人だものね、あなたは。たまに奴隷同士で争われることもあるみたいだけど、半獣人って消費物でしかないのよねって事実をつくつく実感するわ。ねえ、領地刑って知ってる？知りません。領地刑、何日もかけてじわじわと体を削いで限界まで苦しませる処刑法なんだけど、暑い砂漠だとそれに加えて、よく乾く布を濡らしてからきつく関節に巻いたりして、なんか意味あんの？時間とともに締め付けさせて、より苦しませたりしちゃって、あ、乾燥して縮むからってこと？これ一番重い処刑法だったりするんだけど、対象は半獣人だけだったりするのよね。これは人にはしないんだ。人間だとどれだけ非道な罪を犯しても、せいぜい四肢切断程度で済ましてもらえるの。一番重いじゃん。
人間には非人道的行為でも半獣人に対しては許されてるの。半獣人はどれほど苦しませてもいいんですって。あいつらは人間じゃないからどんな目にあっても構わないんだって。笑えるでしょ。そんなにも格差がある同士同じ言語で話してるなんて。私たちは家畜であり道具であり人間ではない所有される種族だからね。こうして好きな半獣人を夜な夜なはべらせられるのも人間であるあなたの特権ってわけ。何も気にする必要はないわ。だってそれがこの世の摂理だもの。逆だったらゾッとするな。ああごめんなさいね、長くなっちゃったかしら。話を戻して約束通り私のことを教えてあげる。さあこっちに来て、お話してあげる。ああお話しして、好きなだけ私のぬくもりを感じていってね。お話お話キャッキャ。今宵語るは昔昔というほど昔ではないお話です。あるところにウサギの半獣人の家族がいました。お前のおっかあか。お察しの通り私ラーラの家族です。半獣人は生まれながらにして罪の種族、汚れた種族として人間たちからは忌み嫌われています。半獣人が人間から受ける待遇は悪く、奴隷としてこき使われるのはまだマシな方です。死ぬよりもひどい目に遭う実験体にされたり、一部の小塚の間では食肉として食卓に並べられることもあります。まあそれの方がまだわかる。半獣人は出来損ないの下等生物で人間とは対等じゃないそうです。神話の時代からそう言い伝えられているので、それは絶対に揺るがないことなのでしょう。そんなわけでラーラとラーラの家族は人間に見つからないように人里離れた場所でひっそりと暮らしていました。ラーラの家族はとても多くて、ラーラも自分の親や兄弟が誰なのかあまりよく分かっていませんでした。ウサギの増え方。本当に何もできないくらい貧しくて、娯楽がなかったのでしょっちゅう子作りしていたんです。貧乏子だくさん。半獣人の繁殖力は人間よりもずっと高いのですが、ウサギの半獣人はその中でも有り余る繁殖力に溢れていました。この世界では半獣人は生まれるだけで罪なので、ラーラの家族は罪生産機ですね。親だろうと子供だろうと関係なく、特に深く考えずにポコポコ子供を産んでいたんです。ティングスグースみたいな感じで。どうかしてると倫理に反してるかと思っても、そういう家族だったんだなと流してくださいね。人食い族の子供が親に習って当たり前のように人食いになるみたいなものです。だから生活は本当にギリギリで、よく家族が死んだりしてました。誰かが死んでもすぐに補充されるように増えるので、別に問題ありませんでした。生き物というのは増やしては死んで、増やしては死んでいくものですからね。それこそが育まれる愛の形だと小さかったラーラは思っていました。どうせ報われる生き方などできないのだから、生物の本能に従った生き方をしていた方がいい。多分お父さんだった人がそう言ってました。そんな風に暮らしていたある日、ラーラの家族は砂漠を行くキャラバンの人間に見つかってしまいました。人間たちはラーラの家というか穴蔵同然のところだったんですけどね、の周りを取り囲みました。ラーラたちは命乞いをしました。頭を垂れて砂濡れの靴を舐めたりしてました。死にたくなかったからですね。みんな必死です。いくらでもそのなんだろう、下等種族とはいえ、いちいちなんかするかってやるとそうでもないよな。キャラバン側もろくな人生にならないことが決まっていたとしても、死は共通で恐ろしいものでした。すると商人たちは提案を持ちかけました。定期的に家族の何バカを差し出せば全員をカワハギにかけるのはやめてやろうと。ああ単位がバなんだね。もう頻繁に子供が生まれる家だったので、この提案はむしろ良かったのかもしれません。そんなわけで一家全滅の危機は定期的な生贄を用意することで無事回避されました。早速ラーラは出荷され、積み荷と一緒にラクダに乗せられてどこかに売られることになりました。家族と離れること、出荷されたことに対してラーラは別に悲しみや怒りを抱くことはありませんでした。どの道長生きできないのなら穴蔵を出ていろいろなことを経験しておきたかったのです。むしろ結構ワクワクしてました。まあ確か穴蔵で生活するのとどっちが幸せかっていうと結構微妙だよな。ろくでもない人生だとしても、ずっと暗くて狭い穴蔵にいるよりか面白そうだからです。それからラーラは競りに出され、今いる召喚に変われました。ラーラは可愛い見た目をしていたから、いろんな店が欲しがってくれたんですよ。そんなこんなでラーラは娼婦になりました。気持ちいいことは好きなので、娼婦はラーラにとって転職でした。あっという間にこの店の一番の稼ぎ頭になりました。大人気ですね。周りの娼婦もみんな半獣人ですが、みんなからすればラーラは頭がおかしいらしいです。バレないところで泣いていたり吐いていたり絶望している子たちがここにはいっぱいいます。こんな生活や日々が辛いと、毎日が苦しいと、自由になって逃げ出したいと言っていました。でもラーラはそうは思いません。衣食住があって気持ちいいことができて、少なくとも寒空の下で飢え死にしないで済む程度に満足してますからね。それに何よりも愛しい愛しいあの子に会えるから。もう嫉妬しちゃうね。おしまい。誰愛しいあの子。僕じゃないの。僕じゃなくってねえ、2日も来たよ俺。これがラーラのお話です。どうだった？最後の愛しい子が誰だって？
ブブブ、もしかして自分の子だと思ってる？残念、違います。私にはね、とってもとっても好きな子がいるの。あ、もちろんお客として来てくれるあなたのことも好きよ。でもその好きとあの子への好きは別なの。あの子は特別なの。誰よりも何よりもね。嫉妬しちゃうな、おじさん嫉妬しちゃうな。あら、焼きもち焼いちゃった？嫉妬すねちゃった？かわいいわね、そんなに私のこと好きなのね、嬉しいわ。もしもね、あなたがあの子よりも強かったなら乗り換えてもいいわ。決闘しろと？私はね、誰よりも強い人が好きなの。嫌な女。ま、今のところきっと誰もあの子にかなわないでしょうけどね。さあ、お話はここまで。もっともっとお話が聞きたいのならまた会いに来て。さあさあ、本番に行きましょう。今宵の香は昨日よりも濃厚で、より強い興奮作用のある香料で炊いたのよ。やみつきになっちゃうくらい甘い夢を見ましょうね。ある変タコーゼも美味しそう。やれるとこまでやろう。知ってる？ウサギは寂しいと死んじゃう生き物なのよ。だから明日も来てね。私を寂しさで殺さないでね。指名できるの？ねえ人間さん、今あなたの考えてることを当ててあげる。あ、指名できるの？って考えました。早くやらせろでしょ。あー、そうね。目先がまずそっちだな。救いとは一体どこにあるのだろうか。これ以上はもう無理です。死んでしまいます。半獣人が口答えするな。いいから仕事をしろ。ひ、昨日の作業で一人死んでるんです。それを埋め合わせるだなんて無理です。教育、死刑。そうだ、ただでさえ一人勝手にくたばりやがったから、必要量の積み荷がまだ詰めてないんだ。お前たちは私が金を払って買ったんだから、わしの道具だ。従え、働け。これがビッグモーターの職場環境。働けないなら死ね。鎖に繋がれた半獣人たちが荷物運びを強いられてる。少しでもサボろうものなら、奴隷主である人間が怒号と共に鞭を振る。白昼堂々と大人数で半獣人に暴力的制裁という名の鬱憤晴らしを行うことも、ここでは日常的光景だ。この街だけではない。広大な砂漠の地の繁栄の裏には、いつだって半獣人たちの犠牲があった。最も栄えている黄金の都でも見えない部分で奴隷貿易は行われ、私腹を肥やしている人間がいることだろう。半獣人は商品であろうとも、手厚く扱われる方がよほど珍しい。肉体労働を強制された奴隷は悲惨だ。過労死する者も少なくなく、安息をもたらす人権など一生得られない。それならば、娼婦や男婦となった方が幾分マシだろうか。男婦もいるのか。ねえ、相手してくれない？何でもしてあげるから。お願い、客を取れないと私。あ、ごめんなさい、ご亭主様。ごめんなさい、痛いのやめてください。何でもしますから許して、お願いします。許してください。いな、折檻を受けるのはどちらとて同じだ。国士によって尊厳を失われること、搾取によって尊厳を失われること、どちらとも地獄には違いない。奴隷の半獣人も、売春の半獣人も、繁殖の半獣人も、食用の半獣人も、実験体の半獣人も、今や全ての半獣人にとって世界は地獄だ。生き地獄。生きている限り、檻のごとき砂漠からは逃げられやしない。それでも生ある者の日常は続き、日が沈めば再び昇る。砂漠を白金に照らす灼熱の太陽は、生も死も平等に見つめ続けることだろう。だが平等であるがゆえに、砂漠の太陽は無慈悲に命を奪う。世界が下す答えはただ一つ。今すぐ舌を噛んで死ぬことが一番マシだと。なんかどうにも救いはなさそうですね。これもうなんかハッピーエンドになる道のりが見えない。ある半獣人は過労のあまり足が潰れ、倒れ伏して動けぬまま鞭を打たれ続けた。半獣人は死んだ。ある半獣人は流行り病で衰弱し、誰にも施しを与えられぬまま足蹴りにされた。半獣人は死んだ。ある半獣人は隠れ住んでいた家族もろとも売りに出され、引き離された絶望に心身を喪失した。半獣人は死んだ。ある半獣人は行為を強いられ続け、性病となって使い捨てられた。半獣人は死んだ。ある半獣人は過虐趣味の変態に変われ、この世のものとは思えない暴虐に心を押しつぶされた。半獣人は死んだ。ある半獣人は生まれてすぐに汚い便槽に投げ捨てられた。半獣人は死んだ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 。彼らが獣の血を引いていたからいけなかったのか。いや違う、真に獣だったのは。まあね。ギャッ、振り下ろされた三刀の軌道を読み、回避しながら一振りで喉を立つが、投擲された暗器を全て弾き、跳躍で間合いを詰めて心臓を貫く。ま、待ってくれ、ま。素早い動きに翻弄され、愕然とした表情はみるみるうちに恐怖に染まる。命だけは。足の剣を切り裂かれ、半泣きで命乞いする悪党の首は間もなく宙へと舞った。街頭の女の足元には、小規模な犯罪組織の構成員だったであろう人間たちが、臓物や体液をたっぷりこぼしながら絶命していた。まもなくカラスたちが死肉をついばみ飛び交っていくことだろう。
鳥か普通に。街頭の女は強盗団たちの屍の隅で、女がここに来るよりも前にひどく痛めつけられて殺されたであろう反獣人の青年を見下ろしている。実の母親と兄弟をかばい、奴隷として捕まった果てに非道な仕打ちを受けた青年、何も映さなくなった半開きの瞳に手のひらを置き、彼女は青年に真の眠りを与える。鳥は目立たない場所に横たえられた青年の死肉をついばむことなく、夢中で罪人を食い尽くしていく。罪人うめえ。大地を包む夜闇が夢から覚めるように薄らいでいく。時期に朝日が昇る。街頭の女はすでにその場から立ち去っていた。何者やねんお前。長いね髪の毛が。3日目オープンセサメ。さあ3日目、3回目のご来店のありがたい異国からのお客様1名入ります。いくら常連とはいえ3日連続は。いらっしゃい、あなたも好きね。こんなに通い詰めちゃってすっかり私に骨抜きにされちゃったのね。何そんなに迫ってきちゃって、もうムラムラしちゃったの。あ、わかったわ。私の恋焦がれるあの子について知りたいのね。もう闘争心ってやつかしら、私を巡って争っちゃうの。それってとってもロマンチックかもね。あの子はね、特別な子なのよ。なぜならとても強い子だから。まあさっきのあの子だとしたら強そうだな。どんな強敵だろうと、どんな悪鬼だろうとね、彼女にはかないっこないの。あの子はすごく上手に人を殺すの。人殺しだらけのこの町で一番人殺しが上手なの。殺し屋的な。そんな顔して何、何がおかしいの。人殺しのあの子が好きなの。私それってそんなに変なこと。前も言ったじゃない、私は強い人が大好きなの。戦場で最後まで立っていられるような人とか、自分よりも体格が優れた相手だろうとやすやすと突破できちゃう猛者が好みなの。あ、もちろんおつむの方もしっかりしてる人前提ね。ね、強いって何だと思う。強いって何だと思う、難しい質問ね。生存。あ、それはね、生き残れるってこと。この世界は生きるか死ぬかのどっちかしかないのよ。何を言おうとも結局は世の中生きるか死ぬかなのよ。最終的に弱い人が死んで強い人が生き残るのは当然のこと。どんな権利や財産よりも大切で必要不可欠なものはね、純粋な生存力。生き残れることに意味があるの。どこもかしこもそれに気づくことすらできないおバカさんで溢れていて嫌になるわ。強さの本質を分かってる人なんて限られてる。断言してあげる、最後に生き残った方が強くて偉いのよ。ここでは弱い人よりも強い人の方が偉いの。偉いっていうのはそのままの意味よ、格が上ってこと。ただのふぬけた人間よりもずっとね。だから私はあの子のことが大好き。殺す人を選別できるくらいには格別に強かったから、あの子は生き残ってこれたのよ。でもこんななんかちょっとざっくり概論だけ説明されても嫉妬のしようもないな。誰なのみたいな。あの子は今の私にとっての強さの代表格、つまり私のお気に入りなのよ。ずっと友達の話されてる感じ。私はあなたは知りたがっていたし、話してあげる。ここに来てくれたら話してあげるって約束だったものね。最後までちゃんと聞いてね。私の心を奪ってくれた愛しい暗殺者の話を。どういうメンタルしとんねん。俺も俺で寝取られ趣味がありすぎる。今宵語るは昔々というほど昔ではなく、決して忘れられない物語です。あるところに娼婦として生きるラーラといううさぎの半獣人の可愛い女の子がいました。とびっきり可愛いラーラの仕事はお客さんの前で飛んだり跳ねたり、お酒をついだり、夜の相手をすることです。同僚の半獣人が逃げ出そうとしたり自殺しようとしたりする中で、ラーラは特に文句なく働いていました。この暮らしが考えうる限り最もマシな暮らしでしたし、他の暮らし方が思いつくわけでもありませんでしたからね。ラーラは自分の頭が悪いことを分かっていたので、いつだってその場の勢いで生きていました。そんなある晩のこと、ラーラは客だった男にさらわれました。あ、そうなの。ラーラ以外の半獣人の娼婦たちも男の仲間たちにさらわれて、砂漠のどこかのホラー穴へと連れて行かれました。ホラー穴は地下遺跡のような場所につながっており、黒いローブをまとった人たちがラーラを囲っていました。周りにはあちこちに建てられたろうそく、床に大きく刻まれた赤い魔法陣、よくわからない神を模した像と祭壇。ラーラたちをさらったのはとても怪しいカルト教団だったのです。教団の一番偉いであろう人がラーラたちに朗々と説きます。罪禍の天秤は獣の女シェイラに傾いている。はあ、罪を償うことで救済はなされ、世界の秩序は神話時代へと回帰するだろう。今こそシェフラとシェイラのちぎりを結び直す時、我々だけがお前たちを救済へと導くことができる。あ、悪い話ではないのか。マーが何か考えるだけ無駄っぽい、わけわかんないこと言ってたんですよ。するとラーラ以外の娼婦たちが次々と叫びます。お救いください、あんな汚らしい店で生き続けるくらいなら死んでしまいたい、どうか殺してください、楽にしてください、もう苦しいのは嫌なんです。もう完全に戦うことを失ってる、戦う気持ちが。みんながこの世の終わりみたいな形相で懇願し始めたので、ラーラはキョトンとしてしまいました。
どうやらラーラ以外の娼婦は肉体的にも精神的にも追い詰められていたようです。好きで娼婦をやってる人なんておそらくいないですもんね。そんな叫び声もすぐにやみます。娼婦たちは教団の人たちにジャンビーヤで首を裂かれ、鮮血をこぼしながら絶命していきました。殺してくださいって言ったから。真っ赤な血は床を滑り魔法陣に染みていくようでした。気づけば生き残っている娼婦はララだけになってました。ぶっちゃけララは北斎なと思ってました。死ぬことで救われるという考え方も、殺すことで救えるという考え方も、何もかもがバカらしく思えたのです。押し付けがましいにも程があると思いません？少なくともララはそう思ったみたいですよ。だけどこのまま黙していたところでいずれは殺されるに決まっています。どうせ死ぬならその前に何か面白いことが起こらないかなと上の空になっていたところで、ララの体に血が飛び散りました。その血はララの血でも、殺された娼婦の血でもありません。ララの目の前に迫ってきた教団員の首が唐突に跳ね飛んだ際に溢れた血でした。この時の光景はララにとって永遠に忘れられない記憶として残ることでしょう。どよめく教団員たち、倒れるろうそく、あちこちで飛び交う血液、絶叫と怒号、ただ一つの影。儀式の会場では侵入者による実に一方的な殺戮が行われていました。突然の出来事の対処しきれず混乱に陥っている教団員も、何事かをわめきながら獲物を振り回している教団員も次々と殺されていきます。その殺戮風景はあまりにも鮮やかな手際の良さで、踊り子の舞を思わせる洗練された美しさがありました。血に濡れることを気にせず現実離れな舞台に見とれているララでしたが、演目は長くは続きません。ララともう一人以外は皆死に絶えた遺跡は静まり返りました。ララの前に立ったのは、今しがた教団員を皆殺しにした凛とした女性でした。月の銀髪に黄金の瞳、彼女もまたジャンビーヤを使っていました。彼女の姿があまりにも綺麗で、ララは血生臭さも何もかもどうでもよくなってしまいました。だって彼女は私を助け、私に手を差し伸べてくれたんですから。なんでその状況からじゃあここ戻ってきちゃったのよ、召喚に。ねえ、たくさん殺してたよ。その手は強く強く強く私の手を握ってくれました。その瞬間、ララは生まれて初めて恋に落ちたのです。胸の恋心はあっという間に喉を通り過ぎて、いつしか叫ぶように告げていました。一目惚れしたわ、私と付き合ってください。こうしてララは愛しい彼女と結ばれ、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。あれ、なんか分岐してない？めでたしめでたし、そういう分岐引かなかった今回は。夢物語、それとも。これが私の運命の相手であるあの子との出会いの話よ。あ、今思い出してもメロメロになっちゃう。あの子は私を助けてくれた王子様なのよ。かっこよすぎて本当に最高だわ。あの子はね、とっても誠実な子でね、弱者を貪り尽くそうとする悪党しかぶっ殺さないの。うふ、世の中って弱肉強食だけれど、それでも最低限の道理ってあると思わない？生きるために仕方がなくとか、やむを得ない理由があるならまだわかるけど、何の言われもない無実の人を狙うやつっているじゃない。自分よりも力や立場が弱い人だけにとことん不幸をかぶせるようなやから、わんさかいるのよね、そんなやつって。自分の利益のためならば他人を食い物にしてもいいって本気で思ってるやつ、悪びれもせずに当たり前だと思ってるやつ、そんなやつらみんな死ねばいいって思わない？こういうゲス野郎こそ生きてる価値ないって思わない？そもそも生きてる価値って何？存在に価値もクソもあるの？どこの誰がけ、何の権利があって値段をつけてるわけ？ねえ、さっきからなんでそんなに青い顔してるの？おかしい、心当たりがある。俺も罪人として、もしかして血生臭いお話苦手だった？何を今更、それともあの子が誰なのか分かっちゃったり？全然分からん。そんなに触れちゃって可愛いわね。あの子結構有名人だしね、この砂漠で一番強い暗殺者だものね。あ、まあ確かに、そんな女の彼女に手出したってなったらちょっと怖いな。この町については詳しくなくても、あの子の噂はどうしたって耳に入るでしょうね。あなた自覚してるみたいだし、だってあなたみたいな不純物を処分するのがあの子のお仕事だから。むちゃくちゃだ、割に合わねえ。誰だよお前、テルか。そうでしょ、テルか。訂正しろ、ララニア、俺はいい客だっただろう。何よ、お前と私は結ばれてなどいない。こんなに一緒にいるのに。お前の注文には応えたぞ、あとはできるだけ早く済ませてくれ。俺いい客じゃなかったか？はーい。それにしても、ふふ、あはは、今回もすごい血、お掃除が大変だわ。生き物って不思議よね、中にこんなに真っ赤なものをたっぷり溜め込んでるんだから。人間も半獣人も中身は同じだっていうのにね。そんなこと言い出したらね、全部のそのあー、こっちばっかり喋って放置しててごめんなさいね。喉切り裂かれちゃって苦しい。大丈夫大丈夫、すぐには行かないから。テルちゃんがわざと一撃で仕留めないでくれたからね。なんで俺殺されたの？ほんとテルちゃんって優秀、口に出さずとも私の気持ちを汲み取ってくれるんだもの。話しておきたいことがあったのよね、あなたに。なんで？何が何だかわからないって感じね。ほんとね、知ってる？
召喚によってはね、盗賊召喚や暗殺協会と協定を結んでる場合があるのよ。ボディーガードというか SP としてってこと。店側は何も知らない標的を接待して暗殺者が隙だらけの標的を仕留める。この街だとよくあることなのだけど、もしかして知らなかった？ああ、詳しくなかったのよね、この街について。よかったわね、死ぬ前にちょっとお利口さんになれて。それにこの店、あんまり悪い噂を聞かないし、評判いいものね。それもそうよ、だって死人は喋らないし、内密に処理しちゃえば誰にもバレないもの。高評価な店っていうのはつまりね、それだけうまく暗部を隠して機能できてるってことなのよ。なんで俺殺されたの？もちろん普段は一般のお客さんにちゃんとした営業してるもの。俺何者なんで自分が殺されるのかがわからないって。そうなんでだと思う？なんでですか？自分は反獣人の哀れな娘たちを救う慈善活動をしていただけなのにって。あはは、変なの。救うだなんて一体何様のつもりなのかしらね。こっちはあなたのこと最初から知ってるのよ。それに夜の旅に酔いに任せてペラペラ自慢げに語ってくれたわよね。忘れちゃったの？なんか言ったん？あなたは私たち反獣人の娘を救おうとしている、差別され虐げられてる子を保護し西の大陸へと連れ帰ることが目的だって。おお、いいことしようとしてる。うん、それはとても素敵な話ね。捕獲を保護、拉致を連れ帰るって単語にすれ替えてるだけだもの。あ、なるほどね。反獣人を西の大陸の富豪たちの愛玩動物として流行らせるビジネスの一環で救おうとしてるっていうのね。結局あなたみたいな人って行き着く先はいつも一緒よね。反獣人をとことん下に見て利益のために使い潰して、それを悪びれもしない典型的なクソ野郎ね。奴隷として使われることと愛玩動物として飼われることってどっちがマシなの？愛玩動物のがマシじゃないかな。今度は西の大陸で薬漬けにしたり、首輪につながれてご主人様の足指を舐めたりさせるのよね。お金持ちの変態のために七肉林に放り込まれることが救いですって。偽善も時には救いになるかもしれないけどね。最初から対等に扱ってくれない奴らの所有物になるって、結局のところ奴隷と同じじゃない？まあ奴隷？人ですらない。あなたには私が都合のいい金貨に見えてて、好きなだけ背をぶっかけられる可愛い肉塊に見えるのよね。うふふ、別にあなたの行動理念なんてどうでもいいもの。ただあなたは依頼人から不都合だと判断されたから暗殺されただけ。依頼人、無法地帯に見える街もね、あらゆる情報もや縄張りを裏で掌握している知能派勢力はちゃんといるのよ。この街の経済を回すのに今や反獣人は必要不可欠だもの。勝手に持っていかれたら困るってね。まあそれはそうだよな、まあ、反獣人側の気持ちはまあ分かるなら分からんやらだけど、持っていかれたら困るはシンプルな理由だよな。あなたが死ぬことで私たちにもお金が入るの。だからこれはビジネス、あなたと同じ人の心を踏みにじる商売なの。知ったでしょ、最後に生き残った方が偉いのよ。うかつではあったな。助けてだって？あは、おかしい、どっかのカルト教団が言ってたわよ。死は救いですって。うん、だから死んでよ。苦しみから解放されたいんでしょ。3日間あなたから直接いろんな情報を引き出せたから、私たちの仕事はおしまい。この3日で別場所にいるあなたの仲間もみんな吊るし上げれた、連絡も来たしね。完全にハニトラに引っかかってるって感じだな、もう俺は中国とかで。それにあなたはなるべく殺したての状態で引き渡すって条件だから、ちょうど頃合いなのよ。殺したて？どこで晒し首にされるのか楽しみね。ほかほかですよって。あなたは一番最初に私を保護対象にしたみたいだけど、一言言わせてくれる？余計なお世話よ。幸せな反獣人なんているわけないから、この子は自分を偽って幸せを装ってるんだって勘違いしてたでしょ。丸出しな下心も、そこから来る偽善極まりない哀れみも結構です。特に目、その目、私の弱みにつけ込み哀れな要素を探そうとしている目、本当に気持ち悪い。もう確かにな、ヘドが出るのよね、そういうの。しかもこのポジションだと割と反獣人の中では割といい暮らししてるはずだよな。割とではあるけど。てるちゃん、もうこの人の首ちょん切っていいよ。言いたいことも言えたしね。それじゃあバイバイ、弱い人。何よりも腹が立つことがあるから、それを聞きながら死んでいってね。人間がどうとか反獣人がどうとかどうでもいいのよ。私がかわいそうだなんて勝手に決めつけないで。あー、殺された。もっと俺が強ければこんなことにはならなかった。あの時に戻って力を。商売でわざわざ西の大陸から船を経由してこっちまで、ああ遠方からこんな僻地までご苦労なこった。馴染み深い地とはまるで別世界だろ。ここはぼったくりや厄介な客引きに引っかかりそうな顔してるな。あと行儀をよくしておいた方がいいぜ。外国人だろうとここじゃ普通に死ぬからな。特に最近は執行人がこの辺りを根城にしてるっていうからな。噂くらいは港で聞いたことあるだろ。どんな標的だろうと絶対に仕留める凄腕の暗殺者だよ。有名すぎるのに顔が全く割れてない、この砂漠で一番やべえやつ。あいつ外国人だろうと関係なく殺しに来るらしいから気をつけとけよ。ま、あんたが狙われる弾とも思えねえけどな。そんな話をしてたのか、あの時にもっと強くなれば。そういえばあんた、この辺りの召喚について知りたがってたな。おすすめの店を教えてやる。いいか、よく聞けよ。
あっちの通りの、そうだ、あの首吊られくんの向かいの洒落た店だ。あそこは俺の知り合いがやってる店でな、酒はうまいしいい女が揃ってるよ。受付で俺の名前を出してから極上うさぎの食器って言え。おお、そうしたから指名できたのか。これ常連か紹介されたやつしか使えない特別な合言葉でな。俺の知ってる限りで最高の女が出てくる。俺の知る限りで最高の女が出てくる。遠慮せずに使えよな。サービスもつくんだから忘れんなよな。それじゃあな。もうこの時点で目つけられてたのかな。死ぬ前にいい夢見とけよ。おや、罠にかかって自らの足で皿に乗る愚鈍な獣がまた一匹。本当にここは散歩に向いてる胃もたれするほどに腐りきった町だこと。腐肉を食らう者すらいるのだから、いやはや実に愉快愉快。これがごくありふれた日常風景だなんてね。後の祭り、3日連続指名したのは完全に俺の性欲だろう。今宵語るは昔々というほど昔ではなく、今へと続く愛の物語です。あるところに砂漠で悪名を轟かせた40人の盗賊団がいました。盗賊団は略奪も殺戮も強姦も金貨を積み上げるためならばどんな悪行にも手を染めました。盗んだ財は贅沢三昧な日々を約束される額を等に超えていました。それでも盗賊団は活動に区切りをつけることは決してありませんでした。奪い、犯し、殺す、その手段こそが目的。罪を重ねることにこそ美酒の味を見出していたのですから。そんなある月夜の晩に盗賊団は小さな村を襲撃しました。ラクダを走らせて村に乗り込み、眠りについている村人たちを容赦なく切り殺しました。そして金目のものを広場に乱雑にかき集めます。あらかた盗み終えた家の扉には罰の印を刻み、刺客のために引きずり出した女を犯し、悲鳴を上げる男を執拗に鞭打つ男もいました。当然盗賊団は村人たちを皆殺しにするつもりでした。身を寄せ合って最後まで隠れていた若い夫婦を無残に殴り殺した時に、盗賊団の頭目はあることに気づきました。夫婦の家のかまどの奥におくるみに包まれた赤子が隠されていたのです。嵐に襲われたかのように村を荒れ、一足に地獄の惨状と化してもなおすやすやと眠るその赤子に頭目は興味を示しました。頭目は生まれても間もない赤子であろうと何の躊躇もなく殺せる残虐非道な極悪人です。だからこそそれは本当に気まぐれでした。盗賊は赤子を連れ帰り盗賊として育てることに決めたのです。あー、お前のお父さんお母さんは俺が殺したんだよって成人してから教えてあげたい。赤子であった少女は盗賊団の下ですくすくと育ちました。暗殺者の子もしかして。彼女には凄まじい戦いの才能がありました。幼くして盗賊の手ほどきを受け、10歳の頃には大の大人にすら勝るほどの戦いの実力を得ていました。13歳の頃には盗目に匹敵するほど強く成長していました。そんな少女盗賊たちは末の妹のように、盗目は実の娘のように彼女を可愛がりました。少女が初めて盗賊団と共に略奪に参加することが決まった前の晩、一人前になった彼女を祝うべく盗賊たちは宴を開きました。酒が飲み交わし、正式に盗賊団員となる少女はみんなから歓迎され、特に盗目は彼女のことを誇らしげに語りました。しかし夜も更けつつあったある時、一人の団員が酔った勢いで口を滑らせてしまったんです。お前の父さんとお母さんを俺が殺したんだぜ。自分たちが彼女の生まれの地である村を滅ぼし、村人を皆殺しにし、彼女の実の親を殺したという事実を。普段から表情がほとんど変わらない少女はまるで英雄譚を語るように長期限で未知の境遇を話されても動じません。ただひたすら無表情で聞き続けていました。自分たちに拾われつまらない貧民の子として生きずに済んでよかったなと酔っ払った盗賊たちは言います。そしてお前こそが41人目の同胞だと少女に笑いかけました。少女は何も言いませんでした。少女は酔いつぶれた盗賊たちの輪から抜け出し、盗目を外に呼び出しました。少女は問いただしました。あれ本当って問いた盗賊たちが語った話は本当に真実なのかと。盗目はいつになく真剣な顔でうなずきました。自分たちが村人たちの未来のことごとくを奪い尽くしたのだと、自分こそが少女の実の両親を殺めた張本人だと明かしました。少女は何も言いませんでした。責めることも嘆くこともせず、どこか諦めたようにうつむく盗目をただ黙って見つめていました。お前の両親は身を挺して子を守ろうとした善良の民だった。盗目の言葉を聞きながら少女はまっすぐその姿を見据えます。そしてお前の母親は。最後に盗目は絞り出すように少女に告げました。それが懺悔だったのか後悔の表れだったのかもはや分かりません。そして砂漠の大地が夜明けを迎えた頃、少女は40人の盗賊たちを皆殺しにしました。強すぎ。家族同然の者、育て親だった盗目さえも手にかけたのです。少女は与えられた名前も用意されていた役柄も捨てました。持っていたのは一人前の証に盗目から送られ皆を切り殺したジャンビーヤと身一つだけ。やがて消え失せる蜃気楼のように彼女は姿を消しました。お前は見た目こそ人間だが、お前の父親は人間で母親は半獣人だった。
その言葉が真実で真相だというのならば何なんだ。半獣人のさらに半獣人じゃん。もう8分の1半獣人、もう人だよそれは。もうだから村の誰よりも過激にいたぶりもてあそんだというのか、死後も商品として死体から皮や骨を削ぎ落とし続けたというのか、半獣人も半獣人を愛した人間も同罪だというのか、それが許されると本気で思い上がっていたのならば、私は決してお前たちを許さない。そんな感じのことを彼女は思ったのかもしれませんね。少女の行方は誰も知りません。だからこのお話もここで終わりです。おしまい。押し終わっちゃった。あら、イチャコラしとる。おしまい。どう？これも寝物語用に使えそうじゃない？あんまり寝物語には向いてない気もするな。どうも何も、なぜお前が私の過去を語ってるんだ。てるちゃんの過去って壮絶だから寝物語に使えそうだなって。寝物語って何なの？ジャンルとして勝手に使わないでくれ。許可してない。でもそれはそれでてるちゃんの過去を独り占めできてるみたいでゾクゾクするわね。だってこの話知ってるのは私だけでしょ。私以外で知ってる人はみんな死んでるんだから、実質私しか知らないことになるわよね。お前に話すんじゃなかった。もう怒らないでよてるちゃん。怒ったてるちゃんも素敵だけど、あと密着しないでくれないか、息苦しい。あ、もう確かに本当にでも人寄りだな。半分、8分の1半獣人だから。いや、私てるちゃんのぬくもりがないとやってけないの。しなやかで綺麗な筋肉がついてるてるちゃんの素肌が恋しいのよ。気色悪い。よく血濡れでひっついてこれるな。なんとでも言えばいいわ。私とは寂しいと死んじゃううさちゃんなんだから。それにしてもよかったのか。何が？昨晩の標的は相当お前を気に入ってるように見えた。お前が骨抜きにすれば西に行っても今よりずっと高い地位が望めたのかもしれない。確かにね。半獣人としての身分を捨てれる可能性もわずかながらあったように思えた。いや、そんなのどうだっていいわよ。あの人へったくそだったし、てるちゃんの方が千億倍は。話をそらさないでくれ。あはは、私はね、今の暮らしが結構好きなの。やり放題だし、今の暮らしとてるちゃんが好きなの。私を利用してクソったりをぶっ殺してるてるちゃんを見てるとドキドキしちゃうわ。そうか、お前そういう性格だったな、ララニア。ほんと、昨晩の人も別の子をたぶらかせばよかったのにね。きっと私以外の子は哀れみすら喜んでホイホイ釣られちゃうでしょうに。何にも適応できず自分の境遇を呪って泣くことしかできない可愛い弱者ちゃんなら飼いならせたと思うのよね。不幸だとかかわいそうだとか勝手に決めつけるやつは大嫌い。ついでに自分のことを不幸だとかかわいそうだとか悲劇のヒロインぶってるやつも大嫌い。人間はどこまでも残酷になれるけど、半獣人も半獣人で負け犬根性が染みついちゃってるのよね。歴史って本当に罪深いわよね。敗者の烙印が血の奥に深く刻まれちゃって。ああ、飼い主の喉笛を噛みちぎるぐらいのど根性が見てみたいのにな。酷なことを言うな。あはは、やっぱり私テルちゃんみたいな強い人が好きだわ。私は別に強くない。謙遜しないで。私はテルちゃんだけに夢中なの。テルちゃんの存在が私の日々に絶頂を与えてくれるの。私ってほんと幸せもんだわ。気持ちいいことするのは大好きだし、半獣人差別するやつらなんて眼中ないし、ここでテルちゃんを待てる喜びに浸って明日も生きていけるわ。お前は絶対ろくな死に方をしないな。私もそう思うわ。むしろテルちゃんに殺されたいくらい。それは相当気持ちいいことしない？しない。ああ、そういうクールなところも好きだわ。私テルカのこと本当に好きよ。いつだって私を気にかけてくれるテルちゃんが好き。差別しないで綺麗なところも汚いところもしっかり見てくれるテルちゃんが好き。あの夜さらわれた私を助けてくれたテルちゃんが好き。私を哀れまないで対等に見てくれるテルちゃんが好き。だからこれからも二人で愛を育み合いましょうね。帰る。もう帰るの？もっと一緒にいたいのに。まだ他に仕事が残ってる。テルちゃんってば真面目なんだから。知ってる？テルちゃんが半獣人たちに英雄扱いされてることはそうなの？悪どい人間だけを殺してくれる救い主だって。そんな柄じゃない。人殺しが英雄扱いされてたまるか。ただ私は目を背けられなかっただけだ。そういうところも好きよ。近いうちにまたここも借りることになる。ここ？はい、待ってるわ。あ、また殺すために使うってことか。また次の夜に、ララニア。また次の夜に、テルカ。もうララちゃんはもうここで満足してるからな。あえて転職したいと思ってないだろ。この砂漠は檻だ。どこにも逃れられない砂人の牢獄。この地は鎖だ。どこにも切り離せない生命の呪縛。だがそれでも世界は続き、物語は終わらない。人間の世が人間の世である限り、半獣人の世が半獣人の世である限り、獣を狩るがごとく生存競争は続く。ようこそ私たちの夜の檻へ。喰らい尽くし喰らい尽くされ喰らい合う、この檻こそが淘汰の皿の上であると知るがいい。そして再び甘美な夜は降りてくる。獣なき夜の檻にだ。獣なきって獣人の方がなくなったってことなのかな。
もう一つエンディングがあるらしくて、裏週幕これかな、裏週幕、うさぎと、うさぎが寂しいと死ぬのは嘘だよって、ラーラはとんでもない嘘つきだ。あ、そうだよね。自分の利になるのであれば、涼しい顔で嘘をつける女、うさぎが寂しいと死ぬっていうのは迷信ってよう言うもんな。平然と嘘をつき、後悔を覚えることすらない。だけどそんな嘘が、いくつもの夜を超えるためには必要だったんだ。弱さすら罪になるこの狂った世界で生き残るためには。半獣人を強楽で殺めていた人間が命乞いをしている。命だけは助けてくれと。立場の逆転は不愉快なほどに惨めな光景を生む。今まで全く同じ言葉を泣きすがられてもせせら笑いながら無視し続けてきたのだろう。だから私も無視して殺した。ラーラちゃん側も直接手をよこしてる。罪人、善人と悪人の区別はたやすくつく。悪は実に溢れていて善とは特別であるのだから。暗殺者としての私を執行人と呼び、人々が恐れるようになったのはいつからだったか。テルちゃんかこれ。そもそも私は神でもなければ裁判官でもない。私は人々が犯した数多の罪過に対し、裁きなどという高尚の審判など下すことはできない。私は自身の生い立ちを隠し、自分自身に流れる血を偽っている。私は過去と生まれを鑑みて、真っ当に生きることは不可能であることを自覚している。私は刃が肉を貫き、血を多く流せば誰も死ぬことがないことを知っている。私は人を殺すことで日銭を稼ぎ、命をつないでいる。私は人を傷つける技しか知らず、人を殺すことでしか生きていけないけど、私は悪人だ。私は悪人を殺す悪人だ。クロサギみたいな。私は殺して生きるしかないのであれば、私は殺して生きるしかないのならば、悪徳だけを等しく殺そうと決めた。そして虐げられる半獣人たちを生かそうと決めた。そうしたいと思ったからそうすることにした。まあ、力があるならな、やれるならやろうかって。ジップが殺されていい理由などなかった。彼は善良な一般人だったんだから。彼は人間だった。人間の中では本当に少ない。半獣人を差別せずに愛することができた人間だった。そうだよね、奥さんが半獣人だもんな。失われてはいけない人だった。悪でもなく善でもない中立者が悪に転じた時、世界の見え方が変わる。理性を保ち、悪の芽生えを胸の内だけに留められるものには価値がある。死ぬのは悪に染まった俗物だけでいい。殺されるのは悪心に侵された畜生だけであるべきではないか。世の不条理を全て立てずとも、悪徳に支配された者は断罪されて叱るべきではないか。子は高々に訴える資格など私にありはしない。死ぬべき者、殺されるにふさわしい者、その定義をどこで定めるかは私のさじ加減でしかない。それでも邪悪な輩はいくらでも見つかるし、いくらでも処分の依頼が届く。私は生きるに値しない咎人の流す血で生きていく。私はただ殺したかった。必死に子供を守る親を何度も蹴り続け、その苦痛と叫びで悦に浸るようなクソ野郎を皆殺しにしたかった。ただそれだけだった。実母が恥ずかしめられていい理由などなかった。彼女は善良な一般人だったんだから。彼女は半獣人だった。この世に数えるほどでしかいないであろう人間と結ばれた半獣人だった。決して正体が明かされぬようつつましく暮らしていた二人は、私をかばって凄惨な死を遂げた。一体彼らが何をしたというのか。殺されなければならないほどの罪を犯したとでも言うのか。弱かったからってことだよな、この土地のルールに従うなら。盗賊たちとお頭は私を一人前に育ててくれた。彼らは楽しんで人を殺す悪意の塊だ。生かしておけば再び大勢が死ぬことだろう。彼らの行いを許せば両親の無念は永遠に晴れない。両親は私を守って死んだのだ。だから私はあの日の選択を後悔していない。私は盗賊たちとお頭を許さないことにした。命だけは助けてくれとはお頭は言わなかった。そうして育ててくれた恩を裏切り、盗賊たちを殺す罪を犯した。私はいつか間違いなく罰されることだろう。私の死はできるだけ重く無ごく救いようのないものであってほしい。どんな事情があろうとなかろうと、人殺しは罪であり親殺しは大罪なのだから。親か一応。極悪人が身勝手かつ中途半端な慈悲に目覚めるくらいなら、いっそ私のことも赤子の頃に殺してほしかった。心の奥底から殺してほしいと望む者を拒絶することほど残酷なことはない。嘘偽りなく死にたいと懇願する者に生きろと諭すのは、殺人鬼よりも悪辣な仕打ちなのではないか。乾ききった砂漠の救いのない地獄の港につながれたものであればなおさら。狂ったカルト教団の生贄の儀に下げられそうになっている若い娼婦たち、助けようと思えばあの場の全員を助けられたかもしれなかった。でもちょっと実際助けられるかはちょっときついよな。私は見殺しにしたのだ。お救いくださいと嘆く娼婦を、あんな汚らしい店で生き続けるなら死んでしまいたいと苦悩する娼婦を、どうか殺してくださいと求めた娼婦を、
楽にしてください。もう苦しいのは嫌なのですと涙する娼婦。その全てが紛れもない本心からの望みであり、彼女たちにとっては最初で最後の救済だったんだから。彼女たちは今を生きるくらいならば横島な神の2円になった方が何倍もいいと本気で信じていた。事実、今すぐ私が教団員を皆殺しにして彼女たちを助けたところで、彼女たちに待つのは苦痛に満ち溢れた元通りの日々だけだ。望まぬまま体を売り酷使され、どうしようもない傷物になっていく過程、この日常こそが地獄であることはあの街の全貌を見れば嫌というほど理解できる。砂漠から逃げる手段はない。半獣人であれば余計に。彼女たちを助けたところで、彼女たちの未来に変化と安らぎを与えることなど、私にも誰にもできやしない。私は見殺しにしてしまった。死に焦がれる娼婦たちが皆、やっと自由になれるとばかりに晴れやかな表情で殺されていくのをただ見ていた。私への依頼は、彼と教団員を殲滅し、可能な限り商品を生きたまま取り返すことだったというのに、ああ、そうだったんだ。全然ジャムじゃん。商品と呼ばれた娘たちは、もう二度とうつろな愛の言葉をささやけなくなった。ああ、だからラーラは店に戻ってんのか。ただ一人を除いて。ラーラには私に惚れたと突拍子もないことを言った。彼女は間もなく提案を持ちかけてきた。ドキドキでいいのよ。私のいるお店でお仕事してくれない？あなたどこにも属してないフリーランスでしょうしね。執行人さん、まあ、急に、え、私が娼婦として働くの？今のことだけ言われたら、え、ちょっと経験ないですきついっすわ。元より彼女の属する召喚は他方面とのつながりがあった。表通りには決して出せない特急の禁止物の売買や重要な会合などにも利用されていた。そして依頼の受け持ちや仲介の役目を担い、秘密裏で標的を処理する暗殺の場としても機能していた。娼婦が標的を接待し、暗殺者が無防備な標的を仕留め、店側が死体やその所持品をさらに裏へと流す。いつか私は店御用達の暗殺者として定期的に雇われ、ラーラには相棒として2人で組むようになった。ララは店主のお気に入りであり、彼女だけが店側に対するわがままを許されてる。それは特別に信用されてるという意味でもある。彼女が私を気に入ってる限り、この縁が切れることはないだろう。何よりもこの店との関わりは、私の仕事の都合を鑑みても理にかなってる。ララには有能な娼婦だ。標的に対して欠片も罪悪感を抱かず、標的を金づるの常連にさせるほどの色化で惑わせ、何よりも暗殺の場を目視してもひょうひょうとしていられる。彼女はこの業界では非常に優秀だった。だからこそ今まで生きてこれたのかもしれない。まあ確かにな、半獣人たち結構メンタル弱い子多そうだもんな。ララには彼女は己の弱さを自覚し、その弱さを武器にする。誰であろうと迷わず盾にできる女。自らの美貌でより強いものを怖くし、弱い自分を優位に立たせ守らせる。歪んだ人心掌握の術をふんだんに使用できる女。そうすることで過酷極まりないこの世でたくましく生き抜いてきた女。生き汚いとすら言っていい。無邪気かつ無知を装い、人畜無害の明るさを振りまくが、腹の内は真っ黒に染まった女。それでいて死を大して忌避せず、実に奔放に楽しげに君臨し続ける女。子供のように天真爛漫なラーラニアは巣の性格であり、敗者の死をせせら笑うラーラニアもまた巣の性格なんだろう。立ちの悪い女。かつては様々な暗殺者、仇ではないものを惑わせてきたという。その誰もが最後は破滅し、ろくな死に方をしなかったことだろう。ララには目の付けどころが優れてる。彼女が相手に従うのは悪人であり、悪人だけを存分に利用する。この女は私を狂わせようとしている。ああ、俺も悪人だからってこと？猛烈な愛情表現は無意識なのか、それとも計算された行動なのか、測る術はない。ヒューソ猫を噛む。彼女はその気になれば獅子の寝首をかき、手の内で転がし、微笑みの裏で杯に毒を盛るだろう。このような女を魔性と評するのだろうか、それとも毒婦と称するのだろうか。毒婦って初めて聞いた。彼女は相当に狡猾だ。だが、その生き方を否定することはできない。ララには元よりそういう女であり、そうすることでしか生きる術を持たない。人を殺すことでしか学べなかった私のように。まあこれだけきつい状況だとな。警告の美女とはよく言ったものだ。こういう女がいつの日か全てを巻き込んで歴史を揺るがすような事件を引き起こすのかもしれない。もしも彼女が真に悪性に染まりきったその時は、可能な限り無残に殺してやろうと思う。期待に応えるわけではないが、その方が彼女も喜ぶだろう。ララには血の赤色が好きだ。人間も半獣人の血も同じ色だと彼女は笑っていた。血を浴びた彼女は絵に描いたように鮮烈で美しかった。時に悪よりも悪めいた半獣人は、女性にいつの日か何らかの転機をもたらすだろうか。もしくは何一つ変わらないかもしれない。それでも私は彼女の育成を見届けよう。決して私以外に殺されてしまわないように。こんな考え方をしている時点できっと、すでに私も囚われているのだろう。彼女につままれたまま侵された砂粒、夜の檻のように。ああ、テルちゃん目線、再び夜は巡る。
私たちは幾千夜を越え砂漠に赤い足跡を刻み続ける。赤い足跡。何殺されたみたいな。いやバッジを発見。ちょっと待って、これね、ああこんな感じのバッジを手に入れたんで、一瞬俺テルちゃんが殺されたのかなと思ったけど、これをよく見たら別に立派になったの。広がる父の海の中で父は最後にそう言ったってことは、これは盗賊の父ちゃんの死に際ってことか。立派になったなって言ったんだ。はい、ということで、獣なき夜の檻にてでございました。皆様も召喚に行くときはご注意を。3日連続行くと大変なことになるよ。ご視聴ありがとうございました。